順調に、まあ、来ているとは思うんですけど、やっぱ体が少しいい感じに悲鳴を上げてます。そうですね、第1クールはもう強化中心で、あの守備面でやってるんで、しっかり下半身作って、まあ、第2クール、まあ、キャンプ1ヶ月を乗り切れたなとは思います。怪我しないことが一番だなとは思いました。16年はちょっと怪我して、あのファームに行くこともあったんで、それに、ね、やっぱり去年はあの一度も怪我なく、あの1年間戦えたっていうのは、まあ、自分にとっても大きいことですし、何より一軍にずっといたっていうのが、まあ、自分収穫かなと思います。そうですね、やっぱ僕はやっぱりつなぐ役目として、あのしっかりチーム打撃だったり、あのそういうのを徹底して今取り組んでるんで、まあ、守備はもちろん、あのショート、セカンド、まあ、内野どこでも守れるように、そこを考えて、あのしっかりやっていきたいなと思ってます。あの開幕スタメンという目標を掲げて、あの取り組んでるので、それに向けて頑張っていきたいと思います。